紹介をやってみたいと思います、ね。リクエストの多かったデンスクイーズ紹介っていうのをね、初めてなんでうまくできるかわかんないんですけど、やってみたいと思います。はい。ね。で、我が家のね、スクイーズはほとんどが袋に入ってて、それをね、全部出すのがすごく大変なので、そのままね、やっていくので、ちょっと袋のね、音がうるさかったらすいません。で、ゆっくりね触ったりはしないので、もしねその辺が気になる方は紹介してる動画があると思うので、そちらをね見ていただけたらいいと思います。はい、ね、じゃあ後ろにねどんどん並べていこうか。はい、ね、うん、イエーイじゃあまずねマザーガーデンからね行きます。さっとね、まずこれがハロウィンのセット6個です、はい。で、次がこれクリスマスのね6個セットです。で、これがバレンタインの6個セット。かわいい。なんかミスがなんかいいよ、蓋閉じちゃって、うん、もうその上に重ねていく形になるからね。で、これがねロールケーキ。ロールケーキ始まる。食パン、食パン、食パン、はい、あ、まだ白パンだ。ホットケーキ、はい。で、カラッと、ちょっと順番ね、バラバラになっちゃうけど、ドーナツ、ドーナツ。で、これがピンクのポンデリングみたい。これが抹茶のポンデリング。抹茶のポンデリングがまだあったかな。ドーナツで、これがコロネ、コロネ。で、アイス、うん、かわいい、うん。で、黒いところ、うん。で、ドーナツ、これ柔らかい、うん、柔らかい。で、これがクロワッサン。で、あ、リミがお気に入りの出たウサちゃん。で、あ、これ最近かな、パンダとクマとサル、あれ、あと、あと、どうか、コアラ、コアラ、しんちゃんがさ、うん、さ、けんちゃんの土地、コアラだね、コアラ組だ、で、ハートのピンクに、これがマカロン、ピンクに、で、あ、カニもいた。カニがいた。で、これがパン。で、ここが高反発。ちょっと固めに。で、これちょっとね、これちょっとこれちょっと。あ、そう、これね、セットでついててね、もう一個あったんだよね、この。ねえねえ、超いっぱいになってる。うん、上に固める。白タン。で、いちごピンク。で、これが、で、マッシュ、で、ここも、で、抹茶マッシュ、で、桃、で、で、で、食パンが、白パンの食パンに、これ普通の食パン、これね、気持ちいい。これがハロウィン。で、これが、これもピンク。で、あ、これね。これパン？うん。で、あとね、あ、そうだ、ちょっとね、クイズじゃないんだけどね、これも。これも端っこに置いてて。で、これでね、マザーガーデンは以上です。はい、じゃあ次もね、いきます。これまあ、ゲーセンで撮ったやつとかも全部なんか混ざっちゃってますけど、はい、魚、魚さ、これね、バーバが、サメ、バーバが買ってくれたやつ。おお、ね、バーバが買ってくれたお土産のやつで、これがホタテ、
これもバーバーが買ってくれたね。あ、これあれだね、最近カチカチショップだね。で、これが日本のクイーズセンターで買った。あ、これあれだね、エブリデイ餃子店で取ったリミアイスセットだね、これね。アイス取った。うん。で、この辺は雑貨屋さんかな。で、これがピクニック。これ、これも雑貨屋かな。この辺全部この町のカフェベーカリーパンスクリーズは雑貨屋さん。これはちょっと。で、あと、そう、これが、ビレバンで買った食パン。うん。硬い。そう、硬いんだよね。で、これが、あれだ、ゲーセンで取ったメロンパン。大丈夫。で、これがね、三日月のとこで買った高反発のクロワッサン。これも三日月のとこで買った高反発のフランスパン。でも、一応普通に取っておいて。そう、これも三日月の横で買った高反発のパン。で、これエブリデイ餃子店の野菜。野菜。何菜？これアボカド。これチンゲン菜。で、ゲーセンで取った芋。焼き芋、これいい匂いだよね。で、こっちがケーキの焼き芋。ね、で、これが、最近買ったね、柏行った時に買った。これ、これもかわいい。ショーパンかわいい。で、これが、ピクニックで買った桃。で、ピクニックで買ったイチゴ。あ、柔らかい。うん。で、これはピクニックで買った、いただき柔らかいケーキ。これもピクニック。やった、水が。で、これが、このね、このプニプニシリーズの超低反発なパン。お、やらかい。ちっちゃいけどいい。うん。はい。で、これ二つが、ある。こんな感じ、ね、で、これが食パン柔らかいやつで、これがメロンパン、これもめっちゃ低反発。次、ゲーセンかな、ゲーセンで取ったのがほとんどかな。これほら、この前いっぱい買ったマカロン。で、これエブリデイで取ったメロンパン。メロンパン、おぉ、メロンパン。これもエブリデイで取ったトースト。シフが取ったやつ。今の時間があったんだ。で、これはね、ゲーセンで取ったチョコ。で、こっちは日本クッキーズセンターで買った。で、イチゴ、これもゲーセンで取りました。チョコ、イチゴ。これもゲーセンで取ったね。で、これだけ取れなくて、日本クイズセンターだった。で、これがね、デイドリームだよね。デイドリームの鈴カステラが3つ、ね、同じ、これ同じ3つ、はい、3つで、次ホットケーキが1個、2個、3個、4個で、4個も買った。で、この緑のが1個と1個。あと袋に入れてるからちょっとうるさいから、このまま。で、これが1個と、これが1個で、このイチゴ分け1個。かわいい、これ。で、このね、ピンクのしほちゃんが取ってるですね、2つ。はーい、で、次、しっとりブレッド。これをね、
これちょっと開けちゃって、ゼリーで大田店で買ったやつなんだけど、その他にも冷泉で2つ取ったんだけど、全部でね、バニラは3つです。で、チョコは2つでね、ストロベリーはね、ちょっと視聴者さんにプレゼントしたからね、ないんだけど。で、これが J ドリーム、ね、アンマン、アンマンだけね、袋に入ってないので、取ってよかったね。で、これがピザマン、で、これが肉マン、で、次もゲーセンね。まずこれ、シュークリーム、これなんか白しか取れなくてますけど、袋に入ってない白袋に入ってない白白で、やっと色のチョコで、これがやっと黄色、これ袋に入ってなかったんだよね。で、これのミニ、ミニが1個だけで、かわいい、かわいい、うん、めっちゃ。で、これがふわふわクロワッサンだね。これも袋に入ってない1個しかなくて、で、これ袋に入ってないのが2個。はい、あんなところ、いいよいいよ、大丈夫。で、ミニ、ミニがこれね、これ、ミニかわいい、ミニがね、これと、あ、2つあった、これかわいい、黒だね、かわいい。で、袋も2つ、袋も2つ全部ゲーセンで取ります。かわいいよね。でね、ロールケーキがね、1個しか取れません。ちっちゃいやつね。うん、ロールケーキも取れますね。で、ドーナツ。リアルふわふわドーナツがピンク。と、白。はい、リンちゃん。ありがとう。この中が隣に置こう。黒はミニだね。リミちゃんがゲーセンで取ったやつ。で、これが超リアルふわふわパンナさん、これは1個しかないです。はい、じゃあ次ね、ガチャです。ガチャも袋にちょっとまとめちゃってます。これがコムコムプリン、ご飯か。で、これね、うちガチャじゃなくてビューコーガチャで取ったんだけど、ガチャがあるので、ガチャの方に。これがフルーツスクイーズ加工反発、加工反発。で、これがちょっとね、モビールもちまんじゅうとかね、これかわいい、かわいい、かわいい、かわいい。うん、これがハニートースト、これ結構低反発。で、これがハンバーガー、これかわいい、ハンバーガー。で、これがちょっと2個しかないんだけどね、これ、うん、なんかこう、使う、おー、めっちゃすごい。これはめっちゃ高反発だったけど、一応ジェルリーの分かります。で、これも一応ガチャに入ってた、なんか夏にね、これも一応、なんかまあ、一応まかない猫しかない、猫だよ、猫だよ、猫だね。で、これが違い、あれ、お目目がない、あ、じゃあ、こっちか。これが4個だね、はい。で、これが豆腐、柔らか豆腐が欲しい、全部、緑と、うん、で、これが成田空港のガチャで引いたのエルちゃん、エルちゃん、ちょっとなんだかな、ロンパンだけね、いっぱい被っちゃった。あのね、カレー、あのね、カレーパンもね、あ、そう、でもカレーパンもほら、日本スペースセンターだった、うん、ね。で、これもね、なかったんだけど、これもね、ゲーセンで取って、メロンパンだけ日本スペースセンターで買ったので、ほんといいですね。はい、はい。で、これが最近の、これもほんといいですね。で、これがお寿司、お寿司もね、これもあります。はい、お寿司、お寿司。で、これがね、ヒカリン、これも光る、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 なんかこんな感じで光るやつです。黄色だけ光った、黄色だけ2個あるね。で、これがプリンのちっちゃいやつ、プリンパリンプリン。で、これが、ね、握ってるローボール、コンプリートはしてないですね。で、これがタイ焼き、普通のスポンジのこういうのタイ焼き、これコンプリートなんです。で、これまたそういう食べなんですけど、これね、そういう食べて結構ドリルがあります、ね、はい。で、これがガチャピンのやつ、これ作ったの、ちょっとこれ中身がかぶっちゃってコンプリートはしてない。で、これが、あ、腕玉も2回やっただけなので、2個しか、ちょっと硬いんだ。ほんとだ。ね、で、これがパキパキ、これもコンプリートセットになってます。ね、ちょっとバナナ、バナナスクイーズのスポンジ、これもコンプリートセット。で、これ、これが、中華まん、スケールが当たる。あ、これもコンプリートセット。で、これが、みかんのデルト、これなんか、これも結構いろんなところですね。うん。お寿司屋さんでやった。お寿司屋さんでやった。で、これがね、すごいね。あ、これ。これがすごいいっぱい回してピンクがなかなか出ないから回さなきゃなかったんですけどね、ピンクだけこれね、まっすぐにくるかったんです。すごいいっぱいあるんだけど、あのね、全部やっちゃったね。そう、アウトした。でもこれね、すごい気持ちいいんだよね、このね、気持ちもね、大事はこんな感じ、はい、持ってください、すごいいっぱい。で、前に置こう、で、次これがね、ふわふわベーカリー、これもすごい、かわいいし、これね、すごい低反発な食感、ちっちゃいけど、はい、とてもいいです。
か。で、これが、アリンちゃんとしたね。これね、あのね、ガチャであるんだけど、うん、お店にあったんだよね。ね。ね。で、10種類全部、ゲットしました。ガチャは200円だったら、もうこれ280円です。なんか、食べることを考えればね。これ、すっごい低反発なのが多くて、すごいね。あのね、柔らかいやつ一緒に選んだんだ。うん、で、これがね、リミット、やっぱ元に出たんだよね、これシークレット、あのね、リミがね、最初にやったら出たんだよ。そう、これね、10種類ないんだけど、全これでもね、これはネットでしょ、YouTube で紹介してない。あ、おう紹介してないですね。で、これがのびーるパイやつ、のびーるパイ、なんかいっぱいあるね、伸びたから、これもバターもあったね。で、これが大福餅、これもね、紹介してないんだけど、これね、抹茶がないんだよね。抹茶でコンプリートだったんだけど、抹茶なかったんだよ、結局ね。それ以来、そのバターに出会えて。で、これが、パン、さ、下のブニクニクニの、これもね、紹介してないですね。ペロ、うん、ペロ、ペロも紹介してない、怖い次がこれ、アミーバーボール、これもすごい綺麗なんだね、つむつむの、ね、めっちゃ綺麗で、これ結構好きです、全部本当に撮ってで、これがエアープリノイバっていう空気系のね、やつです、これエアープリノイバ、これもね、やっぱね、100円で、次がイチゴ、イチゴトラップレフラー出るぞ、イチゴも出るぞ、かわいいね、うん、OK、で、これがノビールお餅ね、これちょっと石油臭いやつ、あれ、リンさんどこ行くで、あこれが豆腐湯豆腐湯豆腐かな、うん、重いけど、うん、重いで、これが電球、これね、これちゃんと箱もついてるやつ、はい、はい、で、これがエクレア、エクレアこれね、ちょっとね、撮影してないんでね、撮影してないやつ、エクレア、うん、で、これがこれね、トローリーム、はい、いいんだ、怖い、で、これがこれシュートやったね、やったね、これあ、これスライムだった、スライムでもやった、スライム、で、これがこれ、何これ、デザートフルーツ、これね、8回やったのに4種類しか出なかったっていう、食べまくったやつ、でもすごい気持ちいいんだよね、で、あ、これね、これミニミニプリンのやつ、いつもこれね、かぶって2個注文したとか開けてないのがあるんですね、これプレゼント企画とかに出そうか、で、これでガチャは以上、で、実はここにね、ちょっと見てください、こんな感じで、あって、そう、これね、ダブったやつとかあと、開けてないやつだね。そう、これね、ベーカリーはね、白いパンが欲しいなと思ってやったら、一発で出たの、これ。それすごい好きで。これ出なかったやつなんだ。あ、そうそう、これね、これもやったね。これ、おえってやつ。開けてなかったね、まだ。ね、ベーカリー、その白いのがすごい低反発。ん？卵。卵？そう、卵ね。そう、卵とか。あと電球。そう、電球とかね。そう、ここにまだちょっと開けて、あと卵もまだ、うん、スライムも入っちゃってるけどね、ここにもまだあります ね、割りますじゃあこれをこのまま、あの重いよ、重いよ、そこの端っこの奥に、そう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 オッケー、はい、じゃあ次カフェドエネ行こうかな、これドーナツ、これかわいい、うん、待ってね、で、これがこれなんかよ、これ紙、これがハンバーグで、シュークリーム、シュークリーム大好き、はい、でこれ、あ、これチーズケーキで、これがジェラードのアイス、ジェラード、うん、で、これが普通のアイス、はい、カフェドエネはこれしかない、で、これが山城屋限定のパンだった、うん、で、あ、もう一個あった、カフェドエネケーキ、はい、あ、もう一個あるんだ、ちっちゃいのが埋もれてた、ね、で、これも山城屋限定のこれ買うとかで、嘘、ウマタマプリン、ウマタマプリン、かわいい、そうですね、で、あ、これあれだね、ハロウィン、柔らかいやつ、めっちゃ柔らかい、これハロウィンのやつ、柔らかいやつ、で、これ、あ、これ最近冷戦で、で、これが黄色い、なんだっけ、鳥、小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、で、これがリラックマ、で、これがリラックマ、うん、リラックマ、こんなの感じ、うん、で、あのね、ビンコリラックマ好き、
キティちゃんにピンクのキティ。でもピンクのキティちゃん好き。はい。で、こっちがこれカチカチショップで買ったやつね。あ、で、これもカチカチショップで買ったキティちゃんドーナツ。で、ね、でチョコエッグお気に入り。かわいいよね。チョコエッグお気に入り。で、これね、エブリデイ餃子店で撮った、なんだっけ、ちびっこグラスだ。これね、撮ったんだよね。うん、多分これ動画になってないと思うんですよ。あとは、カメロンパン。クニックで買ったやつ。で、これが、ピンク。で、これが、緑。で、次がちっちゃいかも。ちっちゃいかも。で、茶色いちっちゃいかも。で、ピンクのちっちゃいかも。で、みんなのね、これ撮ったよ。うん、緑のちっちゃいかも。で、これ、もうゲームセンターで、こっち同じ茶色いかも。で、これが、ピクニックで買ったマシかな。かわいい。で、これがリミが欲しいって買った。かわいい。で、これがね、ピクニックで買ったソフトクリーム。かっちゃん。うん、かっちゃんね。ソフトクリーム。ソフトクリーム。うん。で、次はじゃあ雑貨屋さん。雑貨屋さんで買ったやつ。あ、これ。あ、オレオ。オレオは、日本食事センターで買ったやつ。で、オレオ。ダリミちゃんがこれ。これゲーセンだね。ココタマの食パン。ココタマ。キラちょっと食べた。で、これパイナップル。これ、あれ。雑貨屋さんで買った。これが雑貨屋さんで買ったこのグレープフルーツ。結構低反発で、かわいい。山盛りになってきた。で、アイス。ね。これも雑貨屋さんで買ったアイス。で、これが、ね、真っ白なんだけどね、ちょっとパンって書いてあるんだよね。パンに見えない。で、これがピーナッツ。ピーナッツ。ピーナッツ。ね。で、あとね、サーモン。地方の好きなサーモン。で、これこの前、うん、この前買ったジャガイモ。高反発だけどね。で、これが、あ、雑貨屋さんで買ったふわふわのバナナ。めっちゃふわふわ。そう、これね、これスクイーズってわけじゃないけど、リミがガチャガチャでね回したんだよね、なんだっけ、なんかイベントに行った時に買ったよね。懐かしい ね。これなんか UFO キャッターで撮ったんじゃなかった、これママが撮ったよ。撮ったんだっけ、なんか本当はコマさんを狙ってたんだけど撮れなかったんだよね。で、これが成田さんで買ったやつね。なるほど。で、これが雑貨屋さんで買った三角パイがピンクと水色と白のね、三色。可愛いんだよ。水色ちょっと匂いがきついんだけど。匂い、うん、匂いがちょっときついんだけど可愛い。で、これがカチカチだけど一応ここがね、スポンジのピザ。カチカチピザ。で、これが日本、あ、これあれだ、カチカチショップで入ってたタルト。これがピクニックで買ったクマのマカロン。クママカロン。あ、これね、ゲーセンで買ったふわふわ、これ結構ふわふわのパン。パン。で、これがカチカチショップで入ってたせんべい。おせんべい。せんべいだね。あ、これリミが取ったドーナツだね。取ったっけ。取った、あの、昔、最初に行ったさ、エブリデイ。エブリデイ、エブリデイ。これ最近買ったミラーだね。ミラー。ミラー。これ買ったね。で、これ、100均でも売ってるという、UFO キャッチャーで撮ったバナナ。100均でも売ってる。ん？ 100均でも売ってるんだ。そう。で、これ最近買った、低反発のバナナ。バナナ。じゃあ次が、この、焼きたてメロンパンで、ピンクがね、3つもあるんだよね。ゲーセンで撮ったやつ。これもゲーセンで。はい。
っと、うん、で次がこれね、ちっちゃいドーナツ、かわいい、ちっちゃい、かわいい。でこのピンクのドーナツの上にちっちゃいけどね、かわいい、うん、でこれたい焼き、これちょっと訳ありで入ってたやつ、ね、たい焼き、うん、で緑のマカロン、だったらさんで昔の使ったやつね、緑の、うん、でピンクのマカロンもある、ね、ピンクのマカロン、うん、でこれ訳ありで入ってたドナルド、どんなんだろう、反発だね。でこれこの前お台場で買ったリンゴ、これかわいいんだよ、買ってたね、かわいいでしょ、かわいい、あ、黄色いマカロンがまだまだはい、ガチャリン、このロールケーキがみんなにかわいいんだよ、小さいけど、かわいい。で、これケーキなんだけど、ちょっとね、これボロボロになっちゃってリングも取れちゃったし、こちらはこれケーキ、ケーキ、ケーキだけどちょっとボロボロになっちゃった、こっちは大丈夫、こっちのケーキは大丈夫、そう、取れちゃったの。こっちは大丈夫なの。で、これがね、ゲーセンで取った、ちょっとかなり高反発なサンドイッチ。うん。はい、うん。で、これも雑貨屋さんで買った。かっこいい。キーホルダー。かわいいね。キーホルダー。これね、開けてないのがこれで、で、こっちは開けたんだけど、こっちね、何気にこのね、裏のね、食パンみたいなとこがね、かなりね、低反発で柔らかいんですよ。意外と。これ、キーホルダー、そう。はい。雑貨屋さんで売ってたキーホルダー。で、次、アイス。アイス、これね。かわいい、アイス。アイス。アイス。で、これが、4色。アイスが4色あるな、ちょっと柔らかさがちょっと違う感じで、で、次これ結構かわいい、お気に入り、これかわいいね、このカオパンのかわいい、カオパン、カオパン大好きなの、で、このカオパンが大きいのと小さいのがあります、親子、親子かわいいでしょ親子、親子、うん、で、こっちの親子、親子かわいい、かわいいでしょ、それ。はい、じゃあ次、いや、女じゃあスポンジ系じゃないやついきます、今度スポンジ系じゃないやつね、はい、じゃあこれがね、いこう、これ結構ね、リミちゃんこれ撮ったやつ、UFO キャッチャーで撮った、そうそう、これがこの前リミちゃんとしほちゃんが撮ってくれたやつで、おー、これはママが撮ったやつ、ね、いちごいっぱい、6個も、うん、ママずるいぞ、はい、お願いします、だけどママすごいぞ、うん、だって6個も撮ったんだよ、うん、で、これがパンダマンチじゃない、パンダ大福か、で、これがウニ、この前ね、ウニ、ウニ撮ったね、これね、これなんて書いてあるんだっけ、半額で、お餅、伸びるお餅、これがゲーセンで2つ取って、まあ、ほとんどゲーセン、ゲーセン取ってないから全部ゲーセン、柔らかい、うん、で、これが一番最初に取った、これ触って汚いやつ、うわー、汚い、もう、ね、で、これエブリデーで3個エブリデー、エブリデー、エブリデーで取った、思って、何それだ、で、これ何気に被ってたの、この前カチカチショップで届いたのと、あとシーちゃんがビレバーの横ってやつを取ったやつ、丸も同じだった、伸びる丸持ち、うん、で、これが UFO キャッチャーでやった座り心地のいい、うちうちで、これがあれだね、日本スクイーズセンターで買ったプーさんとチップか出るかわかんないやつで、これがパキパキ、本当はね、ピンクもあったんだけど、リミちゃんがね、お店でね、落としてきちゃったんだよね、うん、探したんだけどね、見つからなかったね、あ、これはスライムだ、これ、ごめん、スライムだ、なあ、で、これがお餅、ケース入りのね、お餅です、これも UFO キャッチャーです、触りたい、で、これが後でゆっくり触るね、うん、これがゲーセンで撮ったしほちゃんと一緒に撮ったのと、ママだけで撮った、うん、なんかね、で、これがこれなんか駄菓子屋かな、買った
光った。で、これがビレバンで買った肉まん。肉まん。これがビレバンで買ったうんち。で、駄菓子屋で買ったおっさんのホッパーがずれた。ホッパー。で、これがね、かわいいの。パンダちゃんのキーホルダー。これなんか耳もちゃんとついてて、これすごいね、もちもちでかわいい。かわいい。で、これが、ここにこれ。ミニオンズ。ミニオンズね。かわいい。で、これが、ここに。でね。プリンもかわいい。そう、確かチョコが入ってる。で、これが、ピヨコ。みんなかわいい。ピヨコ、ピヨコ。ピヨコ、黄色ピヨコに、ピンクのピヨコに。ピヨコ。ピヨコ。え、それ開けたから。で、これが、カチカチショップで入ってた目玉焼き。目玉焼き柔らかいよね。で、これがね、プレゼンでね、取ったけど、ちょっとうまく取れてなかった。うん、皮が剥けるリンゴ。あのね、しーちゃんが取ったの。うん。で、これが重い、ストレッチフランス。重い、ね。できるぞ。ん？重い？うん、重くない。で、これがエブリデイ餃子店で。あ、ほんと。軽いわ、エブリデイ餃子店で取った、たい焼きのビールというね。ムビール、たい焼き。で、次。で、これが、スプラトゥーン。もらったりです。完成です。で、次が、これが、のびのび。そうだ。コロネ大好き、コロネがあったらこの昨日コロネ食べたっけ。これがフランス、同じ種類のフランスパンに、これがメロンパン、メロンパン。フランスパンもう一個あったらつけられそうだね。うん。で、これが同じスクワッサン。これで4種類だね。おいて。で、これが温泉で取ったママが一発で撮ったやつだ。そう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 、やつね。うん、覚えてる？覚えてる、覚えてる。で、これがね、ドーナツがピンが撮ったエビ、うん、ほら。で、ドーナツなんだけど、これがね、昔ワンなんだよね。ドーナツのワン、これが1個これ取って、うん、で、これがね、2なんだよね。ドーナツ2。これが4種類取りました。ね。ほんとだ、ちょっと違う？そう。でも、同じなんだけどね。何が違うんだろうね。同じだよね。ただ、ワンとツーが。あ、リミちゃんが持ってきてくれた。エビ。リミが取ったエビ、エビね、ママが取ったエビ。そう、エビ2種類。ジホは結局取れなくて。ね、ジホはね、それ取れなかった。ね、これ結構お気に入りなのがこのメロンパン。このスクイーズをね、初めてした時、このお友達のうちにね、このメロンパンがあってね。スクイーズじゃないのあった。めっちゃ気持ちいい。あ、ほんとだ、これスクイーズじゃないね、リミちゃん撮ったやつ。ちょっとこれは違うね。お友達のうちにあった、これ。これすごい気持ちよかったよね。で、初めて、何これってなってね。で、これが黒い餃子と、お友達の餃子の、お、これ使って。はい。餃子2つ。じゃあ、うん、ちーちゃん黒と白取ったんだっけ。うち黒取ったんだ。で、これがストレッチソーセージ。ソーセージ、ソーセージ。おお、ほんとにソーセージ。で、これが、これが、ね、で、これがビレバンで買ったストレッチバニラ。重いよ。重いです。一度、軽いよ、うん、ほら。うん、あ、軽い。はい、じゃあこれが、うなぎ。これ、エブリデイのだと。うなぎ。ね。で、これが、ビレバンで買ったストレッチビール。これ、すごい、いい感じ。お、落ちた。で、これがビレバンで買ったストレッチトマト、超重いよ。ずっしり。耳も、いい？重いでしょ。うん、重いし。で、次、豆腐。豆腐が。こっちの方が重いわ。
3種類、これ全部ね、ゲーセンでゲットしました。これすごいね、水、空気が入ってていい音する。で、これが、え、なんだっけ、うさたま団子だ。2個しかなかった。もっとあったと思ったんだけど。耳が取ったぶどう。うん、耳がね、ゲーセンで取った。これね、マスカットの方ね、持ってないんだよね。で、みかん。一発で取ったんだよ、ぶどう。ね、一発で取れたんだよね。で、これが、エブリデイで取ったみかんに、これがイオンで取ったみかん。ね、で、みかんのちっちゃいのもね、何個か取ってんだよね。で、みかんのちっちゃいのが、まずこれが緑のみかんでしょ？うん。で、これが、ちっちゃいみかん。これ、みかんね。で、これ、もう、これなんか色がね、ちょっと違うけど、これもみかんだ。ありがとう。このミニバンだったんだ、あれ。うん。で、これが、あ、これ、ちょっと紛れちゃったけど、バングットさんのやつだ。まあいいや。ちょっと、あとでバングットさんのをまとめて。これもチーズで、これものチーズ。チーズ。はい、チーズ。チーズ。うん。で、次が、これがゼリー。これもビレ版で。はい、これかわいいよね。買いました。うん、で、次、ひよこ。これね、ゲーセンで買って、ゲットして、なんとか、ピンクもゲットしてる。ここ。ね。で、これがビレ、これビレ版かな？ビレ版で買った。ママの手伝いしてる。肉。はい、肉、肉。で、これがドラえもん。これね、あの、お友達とココス食べに行った時にね、ベルト系のドラえもん。ココスに売ってたの？そう。で、これが、贅沢果実の大福。これ全部ゲーセンで、あれ？これ全部ゲーセンで取ったのかな？だっけ？なんか、足りないの買ったのかな？足りないのビレボンで買ってしまうの？そうかな。あ、こっちは全部取ったんだ。こっちのこのつ、ね、豆大福の方は全部ゲーセンで、うん、1個だけちょっとダブっちゃったね。うん。で、水餅だけは1個しか持ってないね、これ。お、水餅は1個しか持ってませんね。へー。で、この和菓子。和菓子、結局、うさぎがいない。ねえ、うさぎがね。ここ、うさぎ。そう、うさぎが欲しいんだけど、うさぎが未だにゲットできず。ね。うん。で、次、桃。桃が、これがね、ピンクが、1、2、3。3個の、はい、持てない。3個の、で、最後これ。これまだ未開封だね。ね、これ、プレゼント出そうか。これ、未開封の桃で。で、黄色い桃ね。これもね、2つの未開封でーす。これも1つか、プレゼントに出そう。で、これが、ちっちゃい方のね、黄色いもの。これも多分開けてないかな。これは、多分、これはもう、ピンクの方はね、ちゃんとあるんだけど、多分この方開けてる。イオンこれは多分未開封かな、まだ。ね。うん。未開封なのはね、プレゼント企画に載ってたからね。うん。よし。空っぽー。うん。じゃあ次はね、まあ、作品とか、画面が、ね。あ、これが、4色。これ水入れてるのもね、持ってるんだけど、なんか、あれ、ピンクがなくなった。ピンクがあるはずだよ。あ、いや、どっかで、あったとかピンク。ピンクね。水いいな。これで4色です。いけ？うん。で、次が、金魚。これも、フェリアで買った。金魚。金魚が、黄色い金魚と。で、これがひよこだね。ひよこ。で、これはどこで買ったんだ？カメ。これも食いつけ。あ、かわいい。カメさん。カメ。ここ見て。ん？ひよこだね。出てたから。で、これがダイソーのトマト。トマト。で、これはフェリアかな。ちょっとまだ開けてないんだけど。フェリア。で、これもフェリアの上がね、うんこになってる。ね、こう。よっちがよっちのやつみたいね。これはね、駄菓子屋かなんかとのエッグ、これね。
で、これはセリア。セリアの卵が、で、これもセリアの卵。ね。出ないよ。で、卵、これで全部かな？あ、まだ卵あった。これ出ない。卵ね。これ、あれ、ね、これ卵。うん、開いた。これも開いたかな。これが、金。これセリア。で、これエブリデイで買ったね、あ、買ったじゃない、取った、ちょっとなんかもう今にもちょっと漏れそうな、やばい、これ、これも取ってやったな、これがね、これもエブリデイ、これもエブリデイだね、これもエブリデイ、これもエブリデイ、これもエブリデイ、エブリデイ、エブリデイ、これがリミがね、取ったで、そのちょっと豆腐、一応豆腐なんだよね、餅じゃないんだよね、で、これも多分ゲーセンで取ったのかな、いちご。いちご。あ、柔らかい。柔らかい。で、これがね、ビレバンで買った、ここから卵が出てくるやつ。これ何？卵。あ、これね、あひりにくいやつ。これ、セリアで。あのね、これね、前ね、2個あったんだけどね、うん、割れちゃったんだよ。で、これが出るじゃん。これ辺はもう100均。わかんないけど。はい、100均です。で、これが、こっち、色違いのね。で、あと、うん、焼きそば、焼きそば、これ1個しか持ってないんだけどね。あ、そうそう、怪獣、これは駄菓子屋だね、リミと一緒に買ったね。忘れちゃった。はい。で、黄色い方。焼きそば。黄色、こっちが黄色の恐竜が出てきた。黄色と、これね。あ、落とした。落とした。うん、あ、これスライムだね。ちょっとスライムが紛れてます。おー、で、これが UFO キャッチャーで撮ったスクイーシーフードで、あ、プーさん。プーさん、これ前買ったね。あ、プーさん。プーさん。で、この辺がバナナ。これもバナナ。バナナ。あ、これがちっちゃいバナナ。ミニバナナ。あ、ここに1個いた、ひよこちゃん。これケースに入ってないね、ひよこちゃんの。うん。ひよこちゃん。で、この辺が雑貨屋さんで買ったあの、うるーってなるやつが、ちょっとまだ溶けなくて。ゆで玉？で、これこの前買ったミニサイズの卵。じゃあ今度これね、デルゾ。パンダのデルゾ、こっちの卵ね。ね、パンダデルゾ2つ、はい、かわいい、うん、で、このトマトがダイソーのアケタールトマト、で、これがこの前リミと遊んだビレバンで、うん、で、これ、この辺もゲーセンかな、ゲーセン、うん、ね、いっぱい、ドラゴンボール、おー、いっぱいあるね、うん、で、これこの前開けたミニタマ、ミニタマ、で、これエブリデイで届くかな、これエブリデイで届くかな、親子、親子、卵の親子、で、これがカチカチショップで入ってた、ダイソー、あ、で、これこの前買った、うん、あー、ダイソー、おっぱい指輪、おっぱい指輪、なんだろうね、どっかで買ったのかな、取ったのかな、あ、で、これがデルゾ系の豆、どこかな、これデルゾの豆、ここだ、デルゾの豆、お豆、で、これがリミが取ったのかな、これね、豆腐のカツパーリだ、あ、これもリミが取ったのね、UFO キャッチャーで取った電球、電球、うん、で、これがリミが取った UFO キャッチャーで取った桜餅、桜豆腐、で、これがセリアのお目目の怖いやつ、目がギョロギョロ、ギョロギョロ目のやつ、怖いやつ、で、これ、あ、これも醜いアヒルちゃんだな、ほら、オレンジの方の醜いアヒルちゃん、醜い、で、これちょっと汚いから、これあの、アメーバがちょっと汚いんで、遊んで汚くなって、で、この辺ね、卵なんだよね、これめっちゃ音がいいやつ、お気に入りです、で、これがペッタンフルーツかな、これとこれ、あ、超やばい、これゲーセンで取ったやつかな、すごいもん、ん、
く。うん、でこれ、これもね、しちゃって、これガチャだと思う。これもね、空気がすごい入っててね、音がいいの、音がいいの、音がいいやつね、すごい音ねえねえ、超さ、これもこうやってやれる。あ、ちょっとカメラが動いちゃった。うん、これも音がいい。ガチャのやつはね、結構音がいいのが多いよね。そうね、超これすごい。うん、であとね、これと、これも卵だね。で、あとこれもガチャのやった卵です。でっち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 、よいしょ。あとこれだ。あ、あとガチャがもうちょっとあった。もっとある。ほら、これプリン。おー、プリン重いやつ。これ奥置こうか、あの辺に。重いから、あっちの、そうそう、ここのガチャ重いから潰れちゃう。ここ、うん、で、ミミと一緒に開封したね、ドーナツ。ガチャのドーナツ。これガチャに入ってるのからすごいよね。すごい。で、まだあんだよ。こっち、これと、で、これ。これで全部で16個。ね。全部が食べてるやつ。そう、これ食べてる。うん、食べてる。うん。誰がクリスマス、これリミと一緒に作ったんだっけね。うん、クリスマスの王の。シホは作れるね。シホはお料理教室に行ってたからね。で、これが、もやたま、この前やったやつ。うん、で、これが成田空港で買った、ここにね、プニプニが入ってる。これね、動画やってるので、見てください。桃からパッカン。で、これ、あ、そうそう、桃からパッカン。これ小麦粉作ったやつだ。耳が桃からパクった。うん、懐かしい。耳が作ったママ。うん。で、これしっちゃ。え、これ誰が作ったの？で、これがぐにゃぐにゃマスコット、うん、ハロウィンの時買ったやつ、4個入り。そっち。出てった。うん。うん、これ。うん。で、これが、これ、これがね、風船の野菜。4種類と、あとこれピンクとピンク。これかわいい。かわいいね。水色。うん。おい。はい。ちょっとか。これ、ビレバンで買ったもちもちポーズ。これ気持ちいいね。うん、で、あと UFO キャッチャーでやったタコの小麦粉が入ったやつ。で、これがおっぱい。おっぱいが2個に、これがニコちゃん。これリミとね、遊んだね。うん、はい、じゃあ次、ボール系。ふいおぉプーちゃん。プーちゃんとか。これね、はい。あー、もうなっちゃった。はい、はい。よ、よっと。プーちゃん。これ100均で買ったやつ。え、これなんだろう、どこで。ニコちゃん。ニコニコちゃん。これ100均のね、すごい。でかい。すごい。バスケットボールで。1個です。で、これ、あ、もう1個あった。これ100均だよ。ブタちゃん。で、これはじめ砂糖でーす。うーん、唯一1個だけ。はじめ砂糖。これがあった。ブタちゃん。これがちょっと。で、これも、ちょっとなんか。プーちゃん。うん、プーちゃん。プーさん。しょ、プーさん。ニコちゃん。ニコちゃん。で、ニコちゃんの。黄色にニコちゃんの青。で、この野球も白金かな。柔らかい。アンパンマン。アンパンマン。ちょっと壊れてるアンパンマン。で、これがスティッチ。で、この辺がね、セリアの。セリアかな、ラグビーボール。あ、で、なんかラグビーボールがセットになってるから。うん、で、あ、これもサッカーボールと野球ボール。これも100均かな。ちょっと日差しが出てきたね。じゃあね、
サリーだっけ。サリー。で、これツムツム。で、あ、オレンジの猫ちゃんもいた。ね、ボールはちょっとね。転がってしまった。これエブリデイで撮ったキティちゃん。あ、ニコちゃん、もう一個ピン、オレンジがあった。で、これガチャだね。ガチャでやったやつ。ボール系。あ、これも、マデシェリアかな。スキューギー。ちっちゃい。うん、で、これが、ね。で、ボールはちょっとね、投げちゃう。ですけど、すいません。ボールはね、投げてもね、大丈夫。ボールは投げるものでしょ。サッカーとかもキックしたりしてさ。で、これが汚れちゃうよ。手がいいの。あ、ドナルド、ドナルド。あ、光った、光った。ん、そうそう、それでもね、スクイーズじゃないと思うんだよね。これは違う。で、ミカが、これが、なんだっけ、誰だっけ、このハリーヌ、ハリーヌとサリーヌ。うん、はい。じゃあ次がこれね、サイコロちゃん。サイコロ、コリン。で、この辺がこの前ね、お台場でやった、ね、で、これがグリーンメンとで、あ、プーさん、プーさんやった、プーさん、卵型のプーさん。見せてもらい。よし、じゃあ、で、あとが、これがモンスターボール。モンスターボール、これね、ガチャなんだけど、あ、でもこれもガチャだったね。硬いやつ。で、これね、セリア、セリアで買った柔らか野菜ボール。これね。で、これがね、三日月桃子で買ったボール系のね、これ2個、なぜか2個で振ります。で、あと、リミちゃんの好きなね、うん、で、つむつむ、ね、リミが好きな、うん、となるぞ。じゃ、これね、パパがお土産で買ってきてくれたやつ。うん、とこれね。で、じゃ、しほちゃんの机に入ってたバナナ。あ、しほちゃんの机に入ってたバナナ。どうして？で、あとはちょっとママがね、これちょっとここにかぶった。これね、壊れちゃったの。触りすぎて。で、これ中身が出て、いちご、あ、みかんね。ちょっとこれはママがね、編集の合間とかに触ってるやつです。メンチン、その端っこに置いといて。で、これはね、スクイーズじゃないかもしれないんだけど、ね、とりあえずこれも。次はね、パンダまんじゅうだね。これが、黄色と緑。で、水色とピンク。で、これが、ちっちゃいやつはね、水色が、あ、でも女の子と男の子だったと思って、ね、そうだ、これ、はい。で、おい、で、ここからバングットさんの商品ですね。バングットさんからご紹介いただいたパンダマンジュ。うん、パンちゃん。で、次がこれ。キムパンちゃん。ちょっと袋の音が聞こえるかもしれない。ポンポン。はい。キラキラめ。キラキラキラ。で、可愛いよね、でもね。ママ顔ね、好きなんだよね。え、こう。ママが大好き。あ、うん。じゃあ次が、カピバラさん。カピバラさん。で、トウモロコシ。フリップだね。で、で、リラックマのボールケーキ。
で、ソーセージ。で、これめっちゃ気持ちいい触り具合の。あ、もう一個。ね、ミルクキャンディ、これ超しっとり。で、花巻パン。これも低反発。で、ちっちゃい哺乳瓶、かわいい。で、これが、触り心地のミルク。で、そこが、で、これがアイス。で、これがキーブルのかぼちゃ。で、これもキーブルのかぼちゃ。で、で、これもめっちゃ低反発。で、低反発。で、これが、ね、ちょっとマザーガーデンに似てるけどね、ワンピット君。確かにマザーガーデンに似てる。うん、リミが好きな。やつ、うさぎと、はい、で、これが低反発のブラックマンク、クマでしょ。これが高反発のサンドイッチ、でね、これが柔らかいケーキ、うん、で、このケーキもね、かわいいケーキ、低反発で、これが低反発なリンゴ、はい、はい、次、これも、これもね、低反発なケーキ。で、これ、志保がメモったんで、携帯でも、携帯も置けるけどね。うん、これが高反発なパン。で、これがね、めっちゃ低反発なキーブルの、これいいよね、このパン大好き。で、これが、クロワッサン、これも低反発。あ、これもめっちゃ低反発、このパンも。ね、ちっちゃいけどめっちゃ低反発。結構触り、うん、で、これキーブルのね、これもめっちゃ低反発でしょ。ワンブットさんのみんな低反発だよね、うん、これもめっちゃ低反発、これ超気持ちいいです、うん、ね。じゃあ次が、これがパイナップル、パイナップル低反発ね。で、これがもーオブで、これがかじったリンゴ、リンゴで、リンゴの緑バージョンで、洋梨で、これがもう一色で、これがはっちゃんで、これがめっちゃ低反発なイチゴ、イチゴかわいいで、これがレモン、これもめっちゃ低反発なんだよね、こっちがレモン、色違いです。で、これね、めっちゃ低反発のアイス、アイチュー、アイチュー。で、これが、ね、キーブルのショートケーキが2つ、はい、で、これが大きいマカロン、マカロン、マカロン、紫で、これがでっかい肉まん。で、ドーナツが3つ。で、これが同じ色なんだけどね、3つ。ハートのケーキみたいなやつ。はい、じゃあ次、このニンジン、これも低反発ね。で、これめっちゃ低反発だなぁ。もも、もも、もも、リミちゃんが好きなこのね、プニプニ系。はい。あ、もう、これが、ダーツ。違う、ひよこと。ひよこと。今、これかな。で、これが、はい。まだ目が落ちてきた。やばいね。すごい量。うん。全部スクイーズ、スクイーズお風呂とか行きそうだね、うん、大丈夫リミ、うんうん、で、これがハンバーガーだね、ここに入ってる、で、これがね、箱に入ってるケーキ、これもめっちゃ低反発だったね。はい、ケーキ、どうしよう、どこに置くの、うん、うん、この辺だけで、これでバングットさんは終わりです。見して。うん。
映ってないよはい、じゃあ最後ブルームね、あんまりブルーム持ってないんだけど、これで最後でね、アイラブピーズのピックピーズ、リミちゃんが好きな、はい、ペンギン、ペンちゃん、ペンちゃん、うん、で、これね、ブリティッシュロイヤルソフトが1色、2色、3色、これはね、全色ね、あります。はい、ね、これで全色、ね、これ気持ちいい、うん、ね、で、牛乳ひたしパンが2色、これもめっちゃ好感、これも気持ちいい、ね、これよりこっちの方がなんか柔らかくて、そうね、触りごとと比べちゃうとやっぱりね、だけど両方とも柔らかい、うん、両方ともいい感じだよね、うん、はい、じゃあ次が、ね、この前カチカチで買えたミニ牛乳で、ミニよね、これ、うん、クロスピンチ、このミニすごい、うん、本当だ、そうで、リチオちゃんが欲しいって言って買ったイチゴ、イチゴミニイチゴを天罰で、ママが欲しかったゴールドをゴールドね、ゴールドで、あとカチカチショップで買ったこれ、ロールケーキと超リアルだよね、うん、で、あ、ちょっとこれがデルド、このカチカチで買った、やばいやばい、すごい崩れてきた、崩れてきた、で、これがゲーセンで取った納豆ね、うん、納豆で、あと最後これがゲーセンで取ったね、コラボのやつね、卵焼き、はい、これで終わりです。あー、流れがね、これで全部です。 ね、スライムはね、入れなかった、まあ、ちょっとね、中に入っちゃってもらったけど、うん、基本スライムは入れてません。はい、ね、スクイーズこんな感じでした ね、結構山盛りだねけんちゃんね、すごい、こうやって座るじゃん、うんうん、そしたら、シホ高いの、うん、シホの首まであるよ、キーちゃんがね、画面に映ってる、ここまで、押していくよ、あ、うん、シホの首まであるそう、山盛りになっちゃったね、首ぐらいだね、ほんと山盛りでね、すごい集まったね、うん、ここ、ここ、うん、すごい、すごいね、片付けるのが大変そうだ、大変、ね、片付けるのが大変、分かったからリミのお気に入りだね、うん、これが好きだねじゃあ今日はスクイーズの全紹介を、うん、してみました、バイバイ、また見てね、バイバイ、バイバイ、ちょっとバイバイ、なんか日が当たっちゃってるけど、人がね、すごく多かったんだけど、ね、全スクイーズ紹介はして、ね、それからもだいぶ増えてるんだけどね、うん、収納法を紹介してほしいってね、すごいいっぱいリクエストがね、来てたので、今回はね、紹介してみたいと思います。まあ、ざっとね、見るとこんな部屋のね、一角にこんな感じでね、してます。まあ、この部屋は特に誰の部屋っていうわけでもないんですけど、まあ将来しほちゃんかりみちゃんが使うかもしれないし、まだちょっとね、未定の部屋の一角にね、スクイーズ置いてます。ねね、ちょっと今日はね、昼間暑い日なので日がね、照っちゃってるんだけど元気いっぱいが来た
じゃあまずね、壁掛けからちょっと見ていく。うん。ね、まあ壁掛け全体で見るとこんな感じでーすね。上から下までここの、あの角の部分は壁掛けにしました。ね、ね、こんな感じで全体に、まああんまりこうぎっしりっていうわけでもないような感じにしてます。まずじゃあここからだね。マカロン、ね、マカロン、マカロンをかけてるあれば三日月桃子でね、買いました。今三日月桃子だ。そうね。あ、でコジカルさんのサインとか、この辺はアイスとかカップケーキで、下行くとママが好きなね、うん、このカオパンとキティちゃんのゾーンと、あとツムツムで、この辺はあ、コジカルさんのあの三色団子とかね、うん、で下に行くとこの辺ミルク、ミルク、ね、これもサインがあるやつです。かわいいよね。2色ずつミルクゾーン。そう、ミルクゾーン。あ、じゃあちょっとここにうんちとか入れて。で、ここがチュルチュルグレープゾーンです。で、ここがメロンとかミニオンとか、ちょっとこのしーちゃんの好きなケムシとか。ケムシ大好き、ね、でも今度チュルチュル の, あのディズニーのやつもね、この前、うん、ピクニックで買ったから、それもこの辺に置きたいなと思ってます。で、いちご大福で、下に来るとこの辺がね、牛乳ひたしパン、私もこのひたしパンだね。カゴに入れてます。で、こっちが復刻版だね。で、東京ベーグルとケーキだね。ケーキ、あとはこのショートケーキとパン、バングットさんのパンで、これも この前ね、バングットさんの食パン、これを入れる前はあのマザーガーデンの食パンをここに入れてたんですけど、こっち可愛いからね、こっちにしました。で、こっちがロイヤルフリップスのやつね、うん、で、こんな感じ、食パンはね、このピンクのカゴにね、入れてます。で、下に行くと、ここがマザーガーデンのロールケーキかな、うん、で、いちごと桃、この辺桃が、ちっちゃい桃とかもね、うん、奥にも入ってます。ね、で、下が、この辺がリラックマン、この前撮ったやつね。あ、そうそう、これもね、ゲーセンで撮ったやつね。で、この辺は買ったやつかな、ね、ピクニックとかで買ったやつで、下が、これがゲーセンだね、うん、ワンマンとかね。で、この辺がハニートースト、手前がガチャ、ガチャ、で、この辺もガチャガチャゲーセン、ゲーセン、あとはパンダまんじゅう、パンダまんじゅうしようかわいいと思う、ね、で、下がオレオとシュークリーム三角パイかな、うん、プリンのミニ版ガチャのやつよね。で、奥がビルゾ、目が飛び出る、あ、パパのさ、あ、そうそう、お土産とか、お土産、ちょっとパンダもかけてます。こんな感じが右側、お土産どこに行ったんだろうと思ったんですけど。桃とかイチゴとか、あとここにブルームのね、ちっちゃいやつ、あとカピバラさん、うん、リミちゃんが撮っただけで、あれあれ撮られた。ここにね、ちょっとペンちゃんがいました。ちょっとだけ貸して、ここにね、ね、ペンちゃんをね、ここに入れてますけど、今リミちゃん撮られちゃいました。リミちゃんだ。で、ここにマシュマロとひよこちゃん入れてます。で、ここにゲーセンで撮った目玉焼きの厚切りトーストが、焦げと焦げじゃないやつ、ね、赤いじゃん、偉いね。あ、まだだった、まだだった。ここにキティちゃんを飾ってます、ね、で、その下にしっとりブレッドで、いちごが来ました。ピクニックの通販で買いました。ね、3色揃ったね。で、おにぎり山2つで、しーちゃんの好きなロールケーキ4色、可愛いよね、可愛い。で、その下に行くとプリンで、むけるりんご、このね、3色のかわいいシュークリームを飾ってます。ね、りんごの下にはこのね、三つ子のりんごも。で、その下はカゴに、カゴ収納ね。で、これを、あ、飲んでる。ここが、あ、かわいい。あ、ちょっと待って、その下は
そう、コジカルさんのサインですね。で、ここがガチャのやつなんだけども、全部低反発でいいので。これがカフェドエルの食パン3つ。すごい可愛いよね、カフェドエルの食パンね。ね、可愛いよね。で、焼き芋。で、その下がサンマとお肉。お肉。で、このね、これも大好き。あ、取れちゃった。大丈夫、大丈夫。大丈夫。お肉。ね、こんな感じで。ね、で、ここがカメロンパン4個、4色ね。うん。で、その下がドーナッツとカメロンパン、カメロンパンとドーナッツが16種類だったかな。すごっ、ね、食べかけはこんな感じです。ねえねえじゃあ、隣にこっち側を見てみます。見てこの窓のね、うん、ところにはこんな感じで飾ってあって、シホアツシリシリシリじゃないS は一応シホの C で、 S で R はリミのリ、 リミのリだからシリシリなんでシリまあでもこれね、あのイニシャルでシホのとリミのでイニシャルなんだけど、スクイーズルームっていうねイニシャルもね、うん、両方組んで備えてます。スクイーズルー ム、 ルームね、スルーだよ、スルー、うん、で、この右の部分のひよこちゃんのこの入ってるガラス、うん、これね、卵の、卵型のガラスなんだけど、ダイソンにね、売ってんの。それをね、このね、ピヨピヨひよこを入れました。じゃあこのカゴは、このカゴもダイソーで売ってます。で、この子ね、あの UFO キャッチャーで取って入れ物なかったので、こうやってカゴに入れてみました。かわいいよね。で、これも一応顔パンです。あーあーってね。で、こっちに行くと招き猫、ね、招き猫置いてます。この前バングットさんの紹介でね、うん、しましたね。これかわいい、向こう服が来るようにね、うん、で、一応この台の上はここは小麦粉のね、おーのーやつです。おーのーってなってる。おー痩せてる。おーってほらこんな感じでね、野菜とか入ってます。で、隣がこの前小ジカルさんとかでもらった、一応これここにね置いてます。まだ使ってない ね、 ね、使ってない、ね、で、下の収納はこんな感じで、感じ全部ね、じゃあそれ引き出し開けてください。ここがモッシュさんじゃない、ブルームさん、うん、開けなくていいよ。これ開けなくてもいいようにね、透明になってる、うん、これ、うん、これはいい匂いがする。あ、そうそうそう、ブルームさんのスクイーズはいい匂いがする。あんま持ってないんだけど、ブルームさんね、うんうん、この中にはブルームさんのスクイーズを入れてます、うん、ね、下に置いていいよ。じゃあで、今度こっち、これはね、雑貨屋さんで買ったものとかキャラクターのものとかね、うんうん、入れてます。すごい細かいスクイーズ、スポンジ系がいっぱい入ってます、全部スポンジ系です。ね、そう、これね、上が透明だと中身がね、何が入ってるかすぐ分かるから。とりみちゃん、どいてください。ちょっとね、ダメだよ、ダメだよ。ここは、うん、で、そこがちょっと重いんだけど、取れるかな。あ、ちょっと引っ張って、そう、ここがガチャです。ガチャで取ったスクイーズをいっぱい入れてます。箱いっぱいだ。で、全部ね、ガチャはこういう風に袋に、まあ、全スクイーズ紹介の時に紹介したような感じで、うん、保管してるので、うん、この中に全部重ねて、うん、こんな感じで全部ね、うん、入れちゃってます。ね、こんな感じです。もうちょっといっぱいなので、うん、ちょっとこの先ね、また増やさなくちゃいけないんだけど大丈夫。あー、ね、じゃあこれもここ乗せて、そうそうそう。で、このね、これもちなみに三日月桃子さんで買ってます。じゃあこっちも一応見てて。うん、で、こっちがこのゲーセンシュークリームとかだね。メロンパンの歌。うん、そうそうそう、これエブリデイだからね。こんな感じで、中身がね、開けなくても透明になってるか、何が入ってるかっていうのすぐ分かるようにね。で、こっちちょっと重いからこのままです。桃と、あとみかんとかバナナ、で、あといっぱい取ったドーナツだね、伸びる系だね。あ、おにぎり、そうそう、おにぎりもね、ゲーセンで5個ぐらい取ったかな。5個ぐらい取ったね。なので、いっぱいね、ちょっとあるんだけど ね。じゃあこれはここに戻って、楽しい。で、出した。で、ここはホットケーキとかがいっぱい下に重ねて入ってます。
なんだかんだ言ってホットケーキすごいいっぱいあるよね。ね。メロンパンもいつの間にか3つになりました。ね、あとちっちゃいね、パンとかもゲーセンで取ったやつとかも取ったね。ここに入ってます。はい。で、下が、関係だね、これは。これはそう、あの、容器に入ってるっていうかね。うん、こんな感じで、ここにね、うん、しまってます。まだ増えそうだけどね。ね。ちょっとここに入れて。ね、こんな感じで、ここの棚は、閉まってます。すぐ、ねね、中身が見えるんだよね。見えるね。おいい感じ。そうそうそう。じゃあ次、こちら右側に行きたいと思います。うん、じゃあこれ ね, ね、こんな感じで、まず運べる箱。そう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 。これはね、どこで買ったか、ニトリかな？ニトリじゃない。あ、ニトリ、ニトリ。ニトリ。で、まずこれね、最近買った。クロワッサン第2弾そうで、こっちも2弾のね、シュークリームを割ってまーすみたいな感じでね、うん、で、下の段に行くと、ここがね、うさぎさん、これ可愛いからで、ここの辺はね、お気に入りのね、ガチャです、うん、ガチャこれ好きなのでここに出してます、うん、で、ここがね、うん、ドーナツドーナツと最新のこの2弾、可愛いよね、これね可愛いで、一番下は果物系果物と野菜だね菜マザーガーデンとかのね、うん、果物とか野菜野菜系だねこれねパンドットさんのこれめっちゃ手甘じゃレモン、うんね、でここにちょっとかけてますデルゾケをちょっとねかけてたりパキパキあんま持ってないパキパキねでこっち行くとパンこれねちょっと動画で紹介してなかったねねね、コンプリートセットを買ってすごい可愛いですふんわりふんわりサンドだねピーナッツ味、うん、こっちは紹介したかな贅沢ロールケーキ覚えてる、ね、みんなみんな覚えてるよ可愛いよねそうこれをちょっと飾ってますで、あとここだねここちょっとねカフェドエヌのこのねお白いパンは、うん、吊り下げしちゃうとここが切れそうだったのでこのここにしましたちょっとここにね、かわいいのでここにしまってます、はい、じゃあ次、奥で、奥はこんな感じここね、この前いっぱい取ったあれ、なんだっけドーナツをこのね、これも三日月もここで買った哺乳瓶のね、ケースかわいいよねこれ本当はこれなんですあ、そう、貯金箱なんだよね。ここに穴が開いてて、貯金箱なんだけど、うん、ケースにしちゃいました。ねね、で、ここがね、パンのコーナーです。ね、で、下はママの好きな顔パン。10種類、バンドットさんでね。ね。ここ柔らかいよね。うん、で、下がね、パンとか、うん、大きいものだね、うん。ちょっと丈のあるものね。あ、携帯で。あ、そうそう、それメモスタンドなんだよね。うん、かわいいよね。こんな感じだね、うん、まずワゴンはこんな感じで、ね、あ、そうだで、ここにね、ちょっとかけてんのスマイルカンパニーさんのコッペパンとたい焼きもここにかけてます、ね、ちょっとさっきね、飛ばしちゃったね、うん、飛ばしちゃったね、うん、ちょっと切るじゃあ、うん、このワゴンこのワゴンの隣にあるのが最後だね、うん、ここはね、全部マザーガーデンですもう下までびっしりもうここもね、最近やった和菓子とかまだ入れてないんだけど、うん、ここにね、マザーガーデンさんのね、うん、やつを全部入れてます。じゃあ、こちら垂らして。で、あとはこういうね、プラスチックの大きいケースを、うん、これ使ってます。じゃあ、ちょっと開けてみようか。うん、で、開けると、あ、大丈夫だよ。大丈夫。うん。こんな感じで、いっぱい入ってます。ちょっとそこで持ってきて、これ。これね、一見ぐちゃぐちゃに見えるんだけど、ここに箱に入れてるので、こうやってね、取れます。うん、取れます、こうやって。すごい。で、下に行くと、またこういう感じで箱にね、入ってる、うん。で、これをまた取ると、さらに下に、で箱に。なので、一応ね、うん、何がどこに入ってるのかは、わかるように分かるようにっていうかね。うんね、これこっちも同じで、うん、こっちを取ってもここにねまた箱が入ってて、うん、でこれをまた取るとまた下に箱が入ってる、ね、こんな感じでぐちゃぐちゃにならないようにはしてま す, てますここは全部ねスポンジ系です、ね、大きいものが多いかな、うんね、
んな感じ、うん、いっぱいなんだよね。じゃあ次下、下見えてる。そう、下はちょっと見えてます。これ自分でね、うん、買ったのでこの透明なのに、この紙、花柄の紙は100均にあるね、壁紙みたいなやつを貼りました、うん、で、これはこんな感じで、まずボール系と、うん、あとこの周りにあるのはあのマザーガーデンなのね、うん、ハロウィンとか、ハロウィンとかクリスマス、バレンタイン、そうそうそう、クリスマスとかバレンタイン、うん、で、ここは全部ボール系、下までびっしりボール系です、うん、で、こっちはスポンジ系じゃないやつね、うん、いちごとか、あと、まあ、これはジェル、ジェル、あとこんな感じね、ここはもうモビール系が下までびっしり入ってます。で、これをの取るとちょっと重いんだけど、下はよくじゃん、頑張れ。下はこんな感じで、あの100均の卵系とか水系とかが下にびっしり入ってます。なのでもうね、ちょっとこの容器もちょっともいっぱいなので、このね、ケースをもう一個買い足そうかなと思って、このケースをね、したらいいかなと思います。こんな感じかな、ね、よいしょ、ね、こうしてマザーで、で、ワンコインもう全部紹介したかな。紹介した ね、で、まあ、まだね、紹介してないスクイーズも実はたくさんあって、それはここにないんだよね。だからこの先ね、どうするか、もういっぱいなので、結構のね、容器をもう一つ買おうかなって、うん、もうちょっとね、積み重ねても良さそうだし、あとこのね、入れ物、これもまだね、いっぱい在庫があるので、それを使ってこの棚を増やしてもいいかなって。さすがに壁掛けはもうね、この2面だけで十分かなと思うので、あと飽きたらちょっとね、変えていって、で、この前ピクニックで買ったスクイーズとかね、可愛いから今度入れ替えてみようね。ね。じゃあ今日はスクイーズ、足掘り身のスクイーズの収納法を、収納を紹介してみました。バイバイ、また見てね、バイバイ。バイバイ。もうすごいぷっくりしてる。